翔太郎くん、報告はどうなってるの？聞こうかよ。今仕事中だ、切るぞ。このエリアの一番奥か。敵の接近を探知しました。自主性のウイルス反応あり。この反応は君のものだったか、バイラス・ドーパント。以前戦った奴は傷ついた人間の精神エネルギーに同化した悲しい敵だった。こいつは別物みたいだね。フィリップ、行くぜ。
パークルベイ。どうだ、ウイルスの原因があいつだったとはな。ほっとくと島中の水が汚染されるところだったぜ。ドーパントを次々と復活させて何が目的なんだ。さあね、ろくなものじゃないことは確かだ。早く先に進んだ方が良さそうだね。よし、進むとするか。下水道エリアへのゲートが開放されました。よかった、先へ行こう。途中何があるかわからないので注意が。先に何があるかしっかり探知できないのかい。はい、この辺りは古い施設なので私もデータを把握していません。なんだよ、まだ愛を疑ってるのかフィリップ。翔太郎、君は用心という言葉を知らないのかい。もう二人ともいつまでやってんの。今はこの島の危機を救う方が先決だろ。ごちゃごちゃうるせえ、行くぞフィリップ。やるしかねえか。わかった、ここはやるしかない。おっと、また当選簿か。敵の反応が大きく強力です。注意してください。本気出してみようか。負ける気がしないね。
かりました。さあ、お前の罪を数えろ。ここは俺に任せろ。さあ、お前の罪を数えろ。翔太郎さん、そっちは頼む。ああ、任しとけ、オズ。ここは俺に任せて。分かった、ここはやるしかない。お前がいると頼りになるぜ。嬉しいよ。現在この先には進めなくなっているようです。先に進む方法を探しましょう。ここは俺に任せろ。
お前の罪を数えろ。よし、進めるぜ。ブランディング。どうだ。